はい、もう一つの編み方をしましょう。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいきましょう。はい、前回からですね、リストウォーマーを作るということで、まず長方形を2枚作って、それをピッと合わせて両端を、まあ、編みつないで袋状にしましょうという感じで作ろうかなということで、でまず第1の編み方ですね。もう細編み、鎖編み2目、細編みで、鎖編みの中に次の段も細編み、鎖編み2目、細編みということで、全部で今ね9段ぐらいかな、9段1、2、3、4、5、6、7、8、9段編んであります。今日はここから編み方を変えていこうかなと。長編みをね、鎖編み2目&未完の長編み2つ合わせて玉編みです。隣のね、鎖2目のとこに長々編みで、元に戻ってですね、1目目の方に長々編み、ちょっとクロスさせましょうかって感じですね。モヘアだから見えない見えない、わーおわーおわーわー見えません、やばー、これモヘア危険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 で、こっからねモヘアなんで、ちょっとこう複雑な編み模様にしたくても見えないだろうなと、見えないだろうなと思って、鎖編み2目&長編み未完の長編み2つの玉編みですね、長編み3目の玉編みしましょう。どうしようかな、玉編み編んで長編み1個編んで鎖2目編んで隣のところに長編み編んでで玉編み、ちょっと謎な模様になるな。はい、長編み3目の玉編み。で、その隣すぐですね。隣すぐ玉編みを編んで、玉編み編んで、長編み編んで、鎖編み2つ編んで、隣に長編み。で、玉編み。ふい。で、この隣すぐに玉編み。で、長編み。鎖2目編んで、はい、最後の鎖2目のところに長編み、まあ、玉編みですね。ここの2つで一模様、ここの2つで一模様、ここの2つで一模様みたいな、ちょっと大きめにしようかなと思ってますけど、どうでしょう。じゃあまあ鎖2目してくるりんして、この玉編みのところに玉編み編みます。そしたら次、この鎖2目の中に長編み、鎖2目長編み、はい、でここ玉編みですね、玉編みのところに玉編みで、隣も玉編みなので玉編みのところに玉編み、で長編み、この鎖2目の中には、はい、長編み1つ、鎖編み2つ、長編み1つで、玉編みの上には玉編み、ちょっと隙間が空くかな、ちょっとだけに、で鎖2目のとこに長編み、鎖2目長編みで玉編みですね、玉編みのところに玉編み、
な感じかな。ちょっと、まあ、かろうじて目が読めるぐらいのモヘアなので、はい、鎖2目して、玉編みの上に、みかんの長編み2つ編んで、まとめて、玉編み3目の、長編み3目の玉編みにして、はい、また鎖編みのところに、長編み、鎖2目、長編みと。で、また玉編みの上に玉編み。っていう形でこう玉編みの上には玉編みがね登っていって、この鎖編み2目の中に長編み鎖2目長編みが入ってくるという形にしようかな。もうねここまで編んでもうちょっとでねもう1枚来ると思うんですよね。もうちょっとであともう2段もあれば上等用ぐらいの長さになるんですけど、糸がまだまだもう一枚余裕で作れるし、ね、どこまで作れるか。ですね。うん、まあ、こんな感じでいこうかな。ちょっとさ、モヘアだからさ、やっぱ見づらいよね。もうちょっと編み目が見やすい糸で編んだ方が良かったかなーってちょっと思ってますが、まあまあまあ。はい。じゃあ、ちょっとどんな編みをしたかと言いますと、はい。今回ですね、ちょっとここから模様をぐるっと、ガラッとね。ガラッと変えまして、で、まあ、ここからの編みからのこっちに行くまでの間ですね、間、まずこの鎖2目ですねのところに長編み3目の玉編み編みます。で、長編み編んで鎖2目編んだら隣の鎖2目のところに長編みで長編み3目の玉編み、まあ、これで一模様みたくします。で、そしてまた隣に、玉編み編んで、長編み編んで、で、鎖2目編んで、隣に長編み編んで、玉編み。ということで、こう大きい塊が3つできます。で、次はって言ったら、はい、次の段は、玉編みの上は玉編み。で、鎖2目の中に長編み、鎖2目長編み。で、玉編みの上に玉編み。玉編みの上に玉編み。で、モヘアなので、なんとなく玉編みの上ここだろうなぐらいで、うん、見えなくても、まあまあ、ここら辺なんだろうな、ぐらいの感覚で拾ってます。はい。玉編みの上に玉編み編んで、あとは鎖2目のところに長編み、鎖2目長編みと。やっぱ鎖編み拾うのが一番楽ですね。うん。玉編みの上、玉編み。で、鎖2目のところは長編み、鎖2目長編み。で、玉編みの上には玉編み。これをね、続けていこうかなと思います。今これで、1、2、3段目編んだんですけど、あと2段ぐらい編んだら、片方の完成になるんじゃないかなって思うんですよね。へへへでございます。うん、もうちょっとで、ここまで来るんじゃないかなと思うんですよね。で、だから次回はもう一枚作っておいて、ね、二枚合わせて、この両端を、ね、編み付けて、仕上げていこうかなと思います。うん、まあ、作り方としては簡単なので、どう編むかだけですよね。で、今回もお部屋なので、できるだけね、目を拾わない方向でと思ったんですけど、やっぱり玉編み拾いたいなと思いまして、なんとなく感覚で玉編み拾っておりますので、ちょっとずれてるな。まあちょっとずれてるのもご愛嬌ということで。はい。じゃあちょっとこれでもう、あと2段編んだら、また同じものですね。もう1枚作っておこうと思います。で、それを次回合わせて完成に持っていきたいかなと思います。はい。それではまた次回ですね。もう今日も軽くです。だってもう編むのね、ここかしかないからね。今日も軽めで終わっております。はい。それではまた次回ですね。次回も楽しく編んでいこうと思います。それではまた。じゃあ